塩場健がワントップで行ってましたから、なかなかうまく攻撃が流れていかなかったんですけどね、はい、やはり入ったこと前のポイントが増えたことで全体の2022明治安田生命 J2 リーグ第12節徳島ボルティス対モンテリオ山形、前半がスタートしました。高い位置で山田光太のディフェンス、河合がドリブルに入ろうというプレーでした。今日が今シーズン初スタメンになります河合シュート。その河合ダイレクトで中に入れていこうというボールでしたが、キーパースアレス抑えています。阿部のグラウンダーのクロス、藤田が弾き返す。桜井拾って杉森仕掛けていった、シュートを狙ってきた。軌道の変わったボールですが枠を捉えていました。国部が絡んでいって一度下げて藤田、藤田のクロス、デラトーレを狙ってくる。こぼれ球拾って小西のミドル、キーパースアレスの正面でした。このミドルがあります、小西です。いいシュートですね、山形の特徴だと思います。早いリスタートでショートコーナー、一度下げてクロスが来る、デラトーレ、デラトーレオーバーヘッドを見せました。後半は山形ボールでスタート。選手交代を行いました徳島、立ち上がりどう攻勢強めるか一つ注目ですね、うん、そうですね。後ろからフォロー、荒井、西矢、中で受けた、さあ切り込んでいく、クロス来た、こぼれ球、杉森、早くも選手交代の結果が出ました。徳島としては完全に先制と思われたシーンでした、はい、現在1対0とこちら得点板表記されていますが、この得点取り消されそうです。後半開始から間もなく6分、後半2本目のコーナー、ニアで山崎、こぼれ球、河合シュートを狙ってきた。先制は山形、強烈な一発、右の隅に決めていきました。小西のゴールでしょうか、失礼、古巣は徳島、凱旋試合となった小西のシュートでした。ワンタッチから難しいシュートではありましたけど、この思い切りが生んだゴールでしょうね。ワンタッチした時にはおそらくシュート、半田が落ち着いてつなぐ、そして笛が吹かれました。モンテリオ山形、今シーズン初の2連勝、徳島との順位の入れ替えに成功しています。